こんばんは。今日暑いと思ったけど意外に暑くなかったですね。暑いって思ったんですけどね、そんなそこまででもなくて。明日かな、なんか暑いんですよね、めっちゃ。ねえ、明日やばい、マジで。ねえ、本当にやばすぎるんだ。てるからさ、暑いのはあんまり好きじゃないんだよね。どうしてあんなに日焼けするんですかね。本気で謎なんですけど、大変ですよね、わかる。マジでそれ、日光って本当嫌になりますよね。本当によくわかります。まあ、寒いのと暑いのどっちがいいかって言われたら、まあどこよりかですけど、どっちもどっちだよねってなるけどさ。
でも寒いと寒いで寒すぎて肩こるからさ、今それもそれでね、どう、まあ、どうなんでしょうって感じなんですけど。個人的に暑い方がいい。いやー、汗かくのも嫌なんですよね。まあ、寒いのも嫌ですけどね、本当にどっちがいいんですかね、果たして。ねえ、でもさ、花粉症も花粉症で結局はね、結局はね、あれですからね、何なんていうの、しんどいですからね。結局は何をとってもまあしんどいですね。ね、まあ、私ゴリゴリ用のインドアなんでインドアがいいんですけどね。正直、
話してたっけ、ちょっと全然覚えてないよ。ちょっと待って、映画死ぬ、あーちょっと待って、どうやって終わるんだっけこれ。間違えた。暑いとか寒いとかよく分からないし、台本読み始めてる。だっていや読んでるけどね、全然覚えてもないもん。やばい、覚えなきゃいけないんですけどね、ちょっと覚えられてませんね。やばい、6月の頭ぐらいまでには覚えないといけないんですけど、ちょっともう覚えられる気がしませんね。死んだー。今日オンライン話し会だったんですよね。私ないんです、なかったんですよね、今回。珍しくなかったんですよね。今日。これ、いろいろとね、みんながね、SNS にね、あげてるから。あ、今日話し会だった。ってなるんですけど。舞台前から決まってたのだって。いや、数日前に決まりましたけど、もともとないんだったんですよね、多分。もともとなかったんじゃない、うちの今日のあれ。うん、もともとなかったんですよ、私の言って変更とかじゃないんで。なんていうの、まあ、部数がそんなにないんで。前徹ね、やばいですね。やばい、もともとなかったんですよ今日のは。お仕事が決まってたとかじゃなくて、そう、本当なかったです。ニャンスタッフさんにもちょっと前に話が来てってやつですよ。そう。割り振り的にね、だいたい3、4部とかなんで、
あ、今ならね、確かに話したいネタたくさんあるかもしれない。そうなんですよ。でもまあね、6月なんで、え、6月のいつだっけ、話し会あんの。てか6月、もういいよ。6月のいつだっけな。11じゃん。11と26にあんの。じゃあどっちかなくして今日会った方がなんぼしよかったんだけど、まあ仕方ないよね。いろいろなことは後々決まるんだから。ねえ、今日何なかったんだろうね、マジで知らんけど。ね、難しいですね。あ、26は愛媛ですね。25あれライブやってるんで、で26もライブだから、そうね、ま、愛媛ですね。皆さん愛媛でもね、話し帰りましょう。じゃあ終了にします。13位ニューネームさん、12位ラバーさん、11位フーさん、10中さん、9位秋彦さん、8位ツッチーさん、7位ナッティーさん、6位岡谷さん、5位キリアさん、4位シンドさん、3位近いシーさん、2位マーニャンさん、そして今日の第1位はマヤモツさんです。イエーイ、ありがとうございます。というわけで、あれ、もう少しで6月になってしまいますが、5月終わるんだけど、やばい、やばいね。さあ、まあ皆さん6月も頑張っていきましょう。じゃあバイバーイ。